新キャラ数チェックやっていきましょう。はい、どうもです、こんばんは。本日は優勝ガチャでスタインくん来ておりますので、こちらの数値見ていきたいなと思います。早速いきましょう。メイン技ブレイクショットの S440 威力、そしてサブ技ですね、ダイナミックスライディングの S440 威力ということで、スタインくんとしては初の、タックル技ですね。でそれなりの効果力という感じになっております。そしてソニックパスの S455 威力、花咲く大地の疾走340威力 A 技ですね。こちらがついているという感じです。今回のスタインくん、力属性のフォワード OMF の選手になっております。特技は渾身の一撃の A、 スタミナが多いほど必殺技威力がアップする最大 20%、 これいいですよね。そしてチムスキー超団結、力海外の5人以上の 22%、23じゃないので注意が必要です。絆、力属性が3人以上いると全員のパラメータープラス 2.5%、 力属性が3人以上いると相手チームのパラメータマイナス 3% ということでデバフですね。でさらに 5.5% なので、そこそこですね、そこそこのデバフ性能になっております。勝利への思い優勢時、スコアが勝っている時パラメータープラス 5% で、ホットライン付与スタイン、味方のブライアンはスタインからパスを受け取ると次のコマンド選択時にパラメータープラス 5%、この辺は優秀ですよね。そのリバウルとかからパス出してあげればフォワードに関しては、バフ乗るんですけども、スタイン君からブライアンにとにかく出せば乗るっていうことは、OMF とかで使っててもいいっていうことになるんで、この辺は優秀かなと思います。スタミナ消費量減少マイナス 15% という感じですね。この辺もいいですね。オフェンス 10%、 チムスキ69、バフ40で見ていきましょう。スタミナが1149、シュートの値がやはり一番高いということみたいですね。早速見ていきましょう。数値としてはこんなような感じになっております。基本的には何も乗らない状態っていうのが続くのかなと思うんですけど、ドリブルが3万2000、シュート3万7000、パス3万5000、タックル3万、パスカット2万5800という感じですね。ここに、渾身初段であれば、20% 乗ってきますので、こちらを合算してあげると、ドリブルは3万9000相当ですね。でパスに関しては42,500、タックルが36,000、パスカット3万と。なんで、ちょっとパスカットとかは初段だったとしてもだいぶ厳しいのかなというような数値になってますね。でタックルも36,000ということで、場合によってはそのまま抜かれちゃうとか、全然あるかなと思います。読み分けて取れるほどの数字ではないですね。で優勢時 5% 乗った場合、ドリブルが33,000、シュート38,000、でパスが36,700、タックルが31,000、パスカット26,000ということで、渾身初段含めてもタックルパスカットっていうところは、そこまで、タックルは高い方ですけどね、37,000ぐらいまで出るので、高い方かなと思うんですけど、読み負けると抜かれるかなという感じです。で逆にパスカットは、読み勝っても取れないかなというような数字ですね。でパスとか、ドリブルっていうところなんですけど、この辺はでも高いですよね。優勢時がなかったとしてもドリブル39,000、優勢時込みで40,000で、パスに関しては優勢時なしで42,500、優勢時込みで44,000ということなんで、優勢時とかで渾身初段であればワンチャンゴリ押しとかも効かなくもない数字かなというふうには思います。やはりシュートですね。もともとついてるのブレイクショットっていうことなんですけども、一応ツインウィンドミルっていうのを移植したというふうに考えれば、渾身初段であればなんと優勢時なしで227,000と、これ強いっすよ普通に。でさらに、優勢時乗ってくると235,000ということで、初段に関してはシュート普通に入りそうな数字出てますね。で今回力属性ということなので、例えば若島津とかに対して打ってあげた場合は、属性ありっていうのが乗ってくるんで、なんと優勢時なしでも236,000という数字が出てきます。でこれに関して言うと、OMF で使ってあげれば貫きますね。地上シュートキラーが乗っても貫くという感じになります。でさらに優勢時乗ってくると、これフォワードで使ってても貫くぐらいの数字になってます。245,000。属性有利乗ってるからっていうところはあるんですけど、ミューラーの渾身初段とか、そういう値も超えてる数字になるので、非常に高いかなと思います。というところで、今回のスタイン君は渾身初段であればだいぶ強そうだなというところですね。それではドリコレスタインと比較していきましょう。まずドリブルから見ていきます。ドリブルで相当してるんですけども、やはりソステ比較なんですが、それだと高いのはドリコレの全力全開 30% が乗った時という感じですね。
まあ、ただ今回ソステ比較とかで言うと、まあ、そのマスタイン君とかって全力全開で 30% バフ側に、まあ、大きく乗るような特技だと思うんですけど、まあ、そういうものの場合、まあ、絆とかによるバフっていうのが大きくなってくると、まあ、その全力全開での上がり幅っていうのはちょっと下がる感じになるんですよね。なので必殺技側に、まあ、威力がアップする渾身っていうのは、まあ、そういう影響を受けないですから、そういう意味だと差は縮まってくるかなと思われます。絆 40% とか、まあ、そういうところに放り込んであげた場合は差は縮まるかなと思います。でまず渾身初段っていうところと全力全開 30%、まあ、こちらで比べると2000ぐらい、まあ、差が出ちゃってるので、まあ、ここはまあ縮まるとは言っても逆転するほどではないかなと思うんですけど、優勢時 5% 渾身初段そして全力全開 30%、まあ、この1500差ぐらいになってますよね。1600差ぐらいなんですけど、まあ、このぐらいだとだいぶ近い数字になってくるんじゃないかなという感じです。まあ、それでもやはり全力中のドリコレスタインの方がドリブル高いっていうふうには言えるんじゃないかなと思われます。続きましてシュート見ていきましょう。シュートに関しても全力全開スタインの方がまあソステ上ではまあ高くなってますね。なのでバフがない状態であればドリコレスタインの方が上という感じです。まあ、ただこれまた同じ話ですけど、絆 40% の中に入れていくと、まあ、例えば優勢時 5% 渾身 20%、まあ、これで 17,000 っていう数字が出てるんですけど、500ぐらいの差になってますから、まあ、これは逆転してる可能性高いですね。でさらに渾身 20% で 16,200 で、まあ、これは 1,300 ぐらいの差なんですけど、だいぶ近い数字になるんじゃないかなというふうに思われます。パス見ていきましょう。パスに関してもバフのない状況であればドリコレスタインの方が上で、その次に優勢時渾身初段そして渾身という感じです。まあ、このぐらいの差だったとしてもやはり渾身初段優勢時に関しては逆転している可能性あるなというところですね。タックル見ていきましょう。タックルに関してはもうすでに今回のスタイン君の方が高いという感じですね。渾身初段であれば高くて、で渾身が全くなくて優勢時 5% だけだったとしても全力全開のスタイン君より高いということになってますね。なんで、まあ、よっぽど多分全力全開スタインの方に、まあ、タックル今回の、まあ、移植したとしても取れないと思いますよ。なので結局ドリブルしてタックルしてもまあ、よっぽど、まあ、すごい弱いディフェンダーとか、まあ、そういう感じじゃないと取れないかなという感じです。でパスカットを見ていきましょう。パスカット高いのは全力中スタイン君と、まあ、ただまあ全力中、まあ、もちろん場合によってはあるんでしょうけど、まあ、基本は全力なしとか、まあ、この辺でマッチアップされることって多いかなと思うんですけど、まあ、このスタイン君に関しては後ろにブライアンがねくっついてくるからいいんですけど、まあ、今回のスタイン君はサポートないですから、まあ、自分自身で何とかしなきゃいけないというところに対して、まあ、やはりパスカットはだいぶ低いですよね。まあ、全力中スタイン君より低いし、まあ、何も乗ってないスタイン君とも近い値になっているということなんで、初段でもこの数字ということは、まあ、だいぶ厳しいのかなというところですね。でまずシューターの中でいろいろ比較してみたいんですけども、まずは歴代スタイン君と今回のスタイン君の場合によっての、まあ、シュート比較やっていきたいと思います。まず渾身初段優勢時 5% そしてツインウィンドミル積んだ場合で言えば23万5000という数字で、これはですね全力全開の 30% が乗った時のスタイン君が22万8000という数字なんで、バフ 40% オフェンス 10% っていう条件であれば、まあ、超えてくるという感じにはなっております。でさらに優勢時が乗ってない渾身初段のみというところで言っても、まあ、だいぶ近い数字になってますね。22万7000というところまで来ています。まあ、属性の違いがあるので、まあ、得意なキーパーっていうのは変わってくるんですけれども、まあ、渾身初段であれば全力中スタインに近い数字が出ているよというところです。まあ、あとはどっちの方が使いやすいかですよね。まあ、結局渾身初段っていうのは1回でもやっぱり必殺をすると削れてはくるものになるんで、まあ、そうするとですね、まあ、全力中だったらいつでもこの数字が出てくるスタイン君の方が、まあ、やはり使いやすいっていう、まあ、人もいるでしょうし、まあ、渾身初段で一発ダンって打つっていう打つ役ですよね。まあ、そういう風に用意してあげれば、まあ、今回のスタイン君っていうのも全然ありなのかなと。まあ、デバフっていうところでデッキに合わせてっていうのもあると思いますけど、初段威力に関しては全力中スタインに近い数字が出ますよという感じになっております。続きまして対若島津というところに対してなんですけど、こちらキーパーの属性に技っていうのを入れてて属性有利が乗ってる状態になってます。
この時に優勢時、そして渾身初段という条件であれば、若島津がフォワードキラー、シュートキラー両方乗ってても数字超えてきてるよというところになるんで、同じバフ条件であれば、まあ、抜いてくるよという感じです。でもう一個、渾身初段のみだった場合は、まあ、シュートキラーだけ乗った若島津っていうのは超えてくるよという感じになってますので、渾身初段で打ってあげれば、まあ、OMF とかで使って渾身初段で打てば、まあ、地上シュートでも若島津抜けますよという感じです。まあ、デバフパっていうことになるかなと思うので、まあ、そうするとバフ差っていうところがついているっていう前提もあるので、まあ、そうするとですね、あのフォワードで使ってたとしても渾身初段から普通に抜いてくるっていう現象も全然起きるんじゃないかなというふうに思われます。シューターの属性として力っていうのを入れて、シューターとキーパー交えて見ていきたいんですが、サリナスがフォワードキラーのみ乗った場合で、まあ、相手が力属性のシューターだと24万2000という数字が出てきます。なので、まあ、これはやはり超えてこないということになるんで、まあ、渾身初段さらに優勢時まで含めたとしても、まあ、サリナス抜くのは結構厳しいのかなという感じです。で OMF とかで使っちゃうとね、より抜けないっていう話になってくるんで、まあ、対サリナスにはかなり厳しいのかなと。ただ対若島津というところに対しては、まあ、だいぶ有利にやれるんじゃないかなといったようなイメージです。はい、というところで今回の新キャラスタイン君見ていきました。まあ、特徴としてはやはりタックルついてるっていうところと、まあ、もし S パスとかも持ってない方であれば移植したりもできるんですかね、まあ、そういうところもあるのと、まあ、やはりデバフっていうところで、そしてシュート値非常に高かったですね。渾身初段に関しては全力中スタインと同じぐらいということで、まあ、シュートも全然入れることはできるキャラクターかなというふうに思いました。あとは、まあ、リバウールみたいに、まあ、シューターというよりは、まあ、運び屋みたいな感じで使っていくっていうこともパス値非常に高かったので、あのできるんじゃないかなと。まあ、ただリバウールと違ってゴリ押しが効くようなレベルではないので、まあ、そこはある程度は読み勝っていく必要はあるっていうところと、まあ、渾身プラススタミナ消費量減少っていうのも非常に相性いいかなと思いますので、まあ結構強いんじゃないかなと。まあ、ただ守備はそんなにできないっていうところはあるので、まあ、ちょっと守備キャラとして、まあ、OMF とかで配置した場合に守備ちょっとやっぱ厳しいのかなっていうところと、サポートついてないですから、そういうところを考えると、守備の穴になる可能性っていうのは、まあ、出てくるのかなと。渾身初段のタックルだったとしても、まあ、やはり数値的にはちょっとそこまで高くなかったので、パスされちゃうと結局抜かれるっていうことに、まあ、なりそうかなというふうに思います。まあこの辺は本当に、まあでもデバフと、まあ、そのバフ盛りっていうので、ドリコレと、まあ、今回のスタインっていうのは大きく違うかなと思うので、まあ、その辺デッキに合わせて皆さんご検討いただければなというふうに思います。いつもご視聴ありがとうございます。お役に立ちましたらぜひ高評価よろしくお願いします。それではまた。